こんにちは、コーヒーさくらの大西です。今回はコーヒーミルのミルコの、メンテナンスの仕方をご説明したいと思います。こちらがミルコで、ロングセラーでとても良いミルで、評判もとても良いです。こちらのミルなんですけども、長い間使ってますと、このミルの中に細かいコーヒーの粉が詰まってきます。で、汚れてきますので、頻度はちょっとそれぞれだと思うんですけども、年に一度ぐらいは、中のお掃除をされるといいと思います。それでは説明します。こちらにが前面ですけども、2箇所ネジがついております。少し手で回すのには硬いので、ペンチで少し緩めてあげます。ほんの少し緩めるだけで大丈夫です。で、そうしますと手で、ネジが回りますので、右と左と、外していただきます。この時、安全のために電源のコンセントは抜いておいてください。そうすると前面のこちらの部分が外れます。で、ここに粉がついておりますので、この粉をお湯ブラシなので、掃除をします。歯ブラシなんかでも大丈夫です。で、次にこの中の歯を引き抜きます。このように取れます。で、この細かいところに、隙間にやはり、細かい粉が詰まっておりまして、場合によってはなかなか粘土のようになっていて取れない時がありますので、やはりブラシで取ります。で、この中もきれいに掃除をいたします。で、掃除が完了しましたら元の位置にはめます。で、このはめた時に中にバネがついてまして、この刃を押すと、こうへこんで、こうスムーズにこう動くことを確認してください。で、もしここがスムーズに動かない場合は、この中心の穴の部分に植物性のグリスを塗っていただくとスムーズに動くようになると思います。アドニールとかいう、商品名で販売されているものがありますけれども、そういうもので大丈夫です。で、次にこちらの前面のカバーをつけますけれども、よく見ると、一方に筋がついてまして、この筋が、上になりますので、この筋を上にした状態ではめます。で、先ほどのネジを、取り付けまして、で、最後は、ペンチで少しこう回してあげます。あまり強くやらなくても大丈夫です。手で、回らない程度で十分です。こちらで、コーヒーのミルのミルコの、掃除の仕方を終了させていただきます。このミルは本当にいいミルですので、一生使っていただけるようなものだと思います。ぜひ、ご愛用ください。ありがとうございました。